フジテレビ系ライブニュースイットのテーマソングを担当する上白石萌音、フジテレビ系ライブニュースイットかつ金曜後 3.45 が10月1日からリニューアルされ、番組初のテーマソングを女優上白石萌音26が担当することが27日発表された。元 NHK のフリーアナウンサー青井実43、富士の宮司愛会アナ33がメインキャスターを務める同番組は、10月1日から夕方のニュースに彩りと癒しをと題して扱うニュースをオールジャンルに拡大。上白石が歌うテーマソングは夕暮れ時にぴったりの楽曲ハイカー。11月6日に2年4ヶ月ぶりに発売する上白石のオリジナルアルバム日々に収録される。2019年4月に放送開始以来、テーマソングが誕生するのは初という。気象コーナーでは新お天気キャスターの矢沢剛気象予報士が開発した業界初のバーチャル天気を導入。翌日の24時間の天気を24秒の動画で表現するヤザピン天気24と題し、ガチャピンと一緒に革新的で一目でわかる天気情報を届ける。また葵が議論が分かれる話題のニュースについて毎日外に出て視聴者の声を取材し、時代を読み解くコーナーも新設される。上白石萌音のコメント、番組のリニューアルという節目に楽曲を通して参加させていただけることをとても光栄に思います。日が少しずつ暮れていく時間帯の世の中に目を向けるための大切なひとときに、少しでも良い彩りを添えることができたら嬉しいです。これからどうぞよろしくお願いします。矢沢剛気象予報士のコメント、天気を知ることでちょっぴり得をしたり、気象の面白さも感じてもらえるようなコーナーにできればと思っています。近年は大雨や猛暑など気象現象が時に激甚化しています。防災に対する意識も変化していると感じる中で、非常時には命を守るための的確な情報をお届けするのが気象予報士、防災士として解説する私の役割だと考えています。さらに番組ではバーチャルの技術を使った革新的な天気予報もお届けします。葵実のコメント、上白石さんのテーマソングを初めて聞いたとき、心がとても温かくなりました。夕方というのは今日と明日をつなぐ特別な時間帯、一歩立ち止まる今日と明日に進める一歩、その歌声が見事につないでくれて番組に彩りを加えてくれると感じました。そして10月からはフレッシュな矢沢気象予報士がこれまでにない革新的なお天気を展開してくれます。一体どんな演出になるのか今から楽しみです。何よりも空が好きという矢沢さん、素敵ですよね。上白石さんの歌詞に紡がれたひたむきな日常に愛を届けていきますので、10月からの夕方もイットにお付き合いいただけたらと思います。宮司愛会アナのコメント、4月から青いキャスターを迎えスタートした新生イットがさらにパワーアップするにあたり、何よりワクワクしています。今回番組初の試みとして導入されるテーマソングはとても爽やかで、上白石さんの優しい歌声に乗せ歌詞が胸にスッと染み込んできます。そして新たに加わる気象予報士の矢沢剛さん、天気に関する知識はもちろんアンリアルエンジン、私も詳しくは難しくてよくわかりませんが、なんだかすごい技術だそうですを使いこなすザ・パーフェクトマンだと聞いています。気象災害の相次ぐ現在の日本でどう暮らすか考える絵でもとても心強い味方になってくれそうです。